おはようございます出席議員半数以上でありますこれより議事日程第5号により本日の会議を開きます日程1市政一般質問について12月6日に引き続き市政一般質問を行います37番奥村集計議員 自由民主党の小村でございます、えー、質問と通告をいたしておりましたので通告の従いまして、えー、質問いたします必要をはじめ理事の、えー、明確で誠意のあるご回答を希望するものであります、えー、それでは1点目のまちづくり業者について質問いたしますまちづくりを推進するにあたり円滑な用地交渉は必要不可欠で ものであります用地取得を担当する職員が現場の最前線で日夜奮闘していらっしゃるとことにつきまして改めて敬意を表すものでありますしかし近頃におきましては権利者意識の高まりなどにより公共用地の取得が困難となっているようでございますそもそも公共用地の取得は 憲法第29条第3項の私有財産は政党の保障をもとに、これを公共のために用いることができるこのことからを根拠とし、取得すべき用地は公共的な観点からも総合的に判断された上で、客観的かつ非大々的であることが要件とされています。その上で 交渉を進めていくわけですが公共用地の取得は任意取得を原則としつつもまとまらない場合には土地収容法に基づく強制取得の手続きも用意されているなど公共事業の推進にあたっては試験を超える大きな力を付与してその確実な実効性が担保されているところでございます。これらの趣旨を踏まえて 8地区で取り組まれている斜面市街地再生事業の状況を改めて見ますと、住民の合意のまち受けという観点から、一般の街路事業とは違って、強制力は持たない形で進めておられ、私もその趣旨には一定評価をいたしているところであります。しかしながら、昨年後、5年、10年、 15年と時間が過ぎますと、いまだに完成の目処が立たない中で、交渉から一定期間が経過し、膠着状況が見受かれる用地については、ある程度の強制力を持って、事業の推進を図るような手法にも検討する必要があるのではないかと考える次第であります。事実、事業開始後、社会のため、 地域のために一番早く協力してくださった方の中には車庫を設け再建を果たしたもののいまだ全面の道路が開通しないため遠く離れたところに借りた駐車場の代金が今もなお累積し続けているという状況も危機を呼んでおりますまた、用地交渉が長引く中で相続が発生したり 相手が変わって業務が煩雑化するなど長崎市議の人権や住民の増加も少なくはありません人口の減少や高齢化の進展は日々明らかでありますこの際斜面市街地再生事業の見直しについても真剣に考える時期に来ているのではないかと思うのでありますこういった観点から 1>, かっこ1斜面市街地再生事業の進捗状況と今後の進め方について市長のお考えをお示しいただきたいと思いますまた従前地区では皆さんのご協力により長年の懸案でありました稲田町8号線の整備について一定の道筋がついたということで私もこの度の進展に非常に 期待をしているところであります一方でこれらの進捗状況を面的に見てみますと若干の不安も抱いております今後稲田町8号線が開通することで新地地区と似た地区がつながって車両を含めて総の通行が可能となるわけですがその時点において都市計画道路として整備中の 新地町稲田町,線稲田町線では事業が継続しておりますので交通体系としては信号機の設置なども含めて未完成の時期がしばらく続くのではない,ないのではないかと心配しているところでありますそこで括弧に指導稲田町線8号線の完成年度括弧3、都市計画道路新地稲田町線の進捗状況と完成年度 4、新地町稲田町線の整備期間中における広場商店街を含めた交通安全対策、5、関内町市場及び牟田口市場の公有地下、6、稲田町から東山町線までの道路計画、以上についてお伺いをいたします。大きい2番目の旧東人屋敷門の施設について。 東人屋敷は鎖国時代における中国、オランダに開かれた海外貿易港であった長崎において出島とともに海外との経済や文化の交流の窓口として大きな役割を果たしております。特に中国から持たされた文化的、経済的な影響は非常に大きく現在の長崎文化、 あるいは当時の屋敷はまさしく日本と中国の出会いの,の場であり日本と中国の交流を語る上でも大きな意味を持つものでありその史実に基づいた顕在化については出島の復元と同様に世界的にも大きな責務を担っているといっても過言ではありません。 中でも旧東人屋敷門の取り扱いについては長崎市の文化行政に問われた大きな課題でもあります。国指定重要文化財である旧東人屋敷門は昭和35年に東人屋敷にあったものを保存のために興福寺境内に移設し国の補助を活用して整備がなせているわけですが 旧唐人屋敷門は旧唐人屋敷内に存在して初めて文化財としての価値観が整うのではないかと考えております。これらを踏まえて、1、唐人屋敷の顕在化事業の現在の状況、2、旧唐人屋敷門の現地移設に関わる文化庁との協議の現状、3、興福寺との有機的連携、4、 誘導門と大門の進捗状況についてお伺いをいたします3番目夜景観光の推進についてこの度国の文化審議会から白岡島ダイバーと大見岳ダイバーとに追加して国の史跡に指定すべきという答申がなされましたこのことにつきましては私も平成15年に 国の近代化遺産調査がなれた折に本段からお願いをした経緯もあり、指定に向けてこれまでご尽力をくださった地元の皆様方をはじめ、同僚議員、市長をはじめ文化財業者に携わる職員の皆さんのご努力に敬意を表し、感謝を申し上げてでございます。長崎の台場は鎖国中の江戸時代において、世界との窓口であった 長崎の警備のため長崎港の内外に設けられたもので日本の鎖国の成立と開国の過程における象徴的な歴史の証しとして出島や旧東神屋敷跡旧居留地などとともにまさに国の宝にふさ,ふさわしいものであります一方これらにつきましては国指定史跡上見岳ダイバー等を 見てもお分かりのとおり存在すら知らない人も多いのが実通であります。これにつきましては先んって見に行きましたけれども、本当に、えー、もう薮くらですね、道路も分からないような状態でありますので、いかに文化財の整備がなされてないかということもしていきたいと思います。そもそもも長崎ににには歴史文文化化が生活や街並みの中に溶け込んでおり文化財に 未だ指定されてな私も、かねがれお願いをしていたわけでございますが、長崎市では本市に分布する歴史文化遺産を総合的に調,整調査した上で、それらを長期的かつ計画的に保存・活用するため、歴史文化基本構想の策定に本年度から着手をされております。私もこの成果を 今から心待ちしていいるところでございますそれぞれの文化遺産の本格的な整備につきましては、その策定を待って、本格的に着手をされることと思いますので、それはそれを了とさせていただきたいと思いますが、それを待っているわけにもいかない問題もあります。一つ提案をさせていただきたいと存じます。魅力ある歴史的夜間景観の創出でございます。ここれれにつきまましてはこれまで 長崎市におかれましても積極的に取り組まれ昨年は世界新三大夜景の認定を受けるなど大きな成果を見ておられますがこれらの取り組みには既存の商用電源が使用可能な範囲にとどまっており夜景観光の今後のさらなる発展と拡大を図るためには商用電源が整備されていない場所での取り組みが不可欠であります。 石川県能登半島にございます輪島の国指定名称白米千枚田の会で開催される光のイベントこれは世界農業遺産に認定された能登の棚田の美しい景観を2万個のイルミネーションの輝きで浮かび上がらせるもの,でありものですがこのイベントで使用する光は地元にある 電子,部品会社電子部品会社と協力して独自開発した太陽の光を電源とするソーラー LED であります太陽光パネ,パネルで日中に充電し暗くなると自動的に点,点灯4時間で自動消灯するというもので本年は時間が経つと色が変わる2色のイルミネーションで犬人の魅力を 増したとといいうことでございます電源がない場所での光の演出につきましては、多額の費用がかかるということで、私も半ば諦めにも似た気持ちでいたのですが、技術の進歩は素晴らしいもので、このような技術が地元で開発されますことは、二重の喜びであろうと、私も推察するのであります。そこで これらの,組あの取り組みを参考としながら、各国一といたしまして、国に指摘して、文化財、魚見岳ダイバーと、城ヶ島ダイバーと10か所の台場をライトアップして、鎖国時代218年の警備の歴史を物語る長崎港の夜間景観を顕在化するお考えないかお伺いをいたします。また、 世界,世界新三大夜景認定の理由として、支店場が複数箇所存在することが掲げられておりますが、稲沢を除いて、えー、町の中心部からは各支店場が分かりにくい状況にあります。そこで、括弧にといたしまして、稲沢を除く各支店場をライトアップして、そこに観光客の皆さんを誘うような 取り組みも必要かと考えますが、市長のお考えをお聞かせください。4番、少子化対策について、内閣府は平成26年度から結婚相手を探すために地方自治体が開催する婚活イベントの支援を始めることを明らかにしました。具体的には、本年度の国の概算要望に約1.5億か2億のを盛り込んだ上で、 都道府県や市区町村からイベント計画や出産支援策などを募り効果が期待されそうな事業を選定の上受精を行うとするものであります国の調査によりますと600弱の自治体が何らかの形で婚活支援事業を実施しており平成18年度から取り組みを開始した茨城県では 茨城出会いサポートセンター推進事業として本年4月までに1000組のカップルの結婚ができた、至ったということであります。また、近隣市長の取り組みを見てみましても佐賀県の武雄市がおむすび家を設けて結婚したい男女の縁結びのお手伝いを開始しているほか各地で独自の取り組みも始まっており 長崎県も県内を見ましてみましても139市,市が何らかの取り組みを開始しておりますこのような取り組みに至った社会背景については数字的に調べてみますと2010年の国勢調査において未婚率が30年前と比べて大幅に増加していることが分かりますまた本年の6月政府が閣議決定した 少子化社会対策白書にお,いておきましても20歳から39歳の未婚率が男女ともに上昇し続けているとが指摘をされておりますさらに長崎市においてこの状況は特に著しく本市の統計課の調査によれば長崎市の女性の未婚率は全国値を上回るものとなっており私も非常に心配をしているところであります未婚率の増加が 少子化を招き、地域経済へも疲弊させていく状況を憂慮すれば、これはやはり個人的な問題ではなく、社会的問題として、真剣に取り組む必要があるのではないかと考えているところでございます。これらを踏まえて長崎市における婚姻及び少子化の現状 婚活支援推進についてお伺いをいたしますので、市長のお考えをお聞かせください。以上、本段階の質問といたします。答弁によっては、実績より再質問させていただきますので、よろしくお願いします。どううもありがとうございました。 おはようございます。ます自由民主党奥村修慶議員の質問にお答えします。まず四点目の少子化対策についての（括弧一）本市における婚姻及び少子化の現状についてお答えします。長崎市の人口は昭和60年頃をピークとして その後も減少が続いておりますがその主な要因としては若年層の死骸流出と並んで少子化が進んでいることが挙げられます少子化の背景には独身男女のライフスタイルや結婚に対する価値観の変化経済的な問題などによる未婚率の上昇や晩婚化等に伴い1人の女性が生涯に産む子どもの平均数を示す 合計特殊出生率がが低下しているることとななどに大きな要因があると思われます長崎市では少子化対策の側面的な支援として子育てしやすい環境づくりに取り組んでおりますが少子化を判断できる指標である合計特殊出生率については微増傾向にはあるものの平成24年度が1.36となっており全国の1.41や 長崎県のの値を下回る状況となっていま,すまた、未婚率についても昭和60年以降男女とも一貫して上昇を続けており平成22年度国勢調査におきまして15歳以上49歳未満の未婚率は男性が53.1%女性が48.0%で全国男性の52.0% 女性42.7%を上回りえ特に女性の未婚率はすべての年齢階層で全国や長崎県の値を上回っている状況となっております次に四点目の括弧に婚活支援推進についてお答えします現在の少子化が進行している状況を踏まえその問題を解決する手段として独身男女の婚姻活動いわゆる婚活を推進するため国では 少子化危機突破のための緊急対策の中で来年度予算の概算要求に全国自治体の結婚支援事業に関する調査研究費を新たに盛り込み各自治体に対して先進的な取り組みについての成果や課題などの情報提供や結婚支援事業普及啓発を図ることにしておりますまた先般婚活の推進を目指す議員連盟も設立されるなどその動きも活発になってきております 一方、長崎市内でも、商店街等の民間団体によるマチコンなどのイベントの開催や、県では企業、店舗、施設、団体等が開催するパーティーなどの様々なイベントについての情報を発信する長崎巡り合い事業を行っております。国立社会保障人口問題研究所によりますと、若者の多くは、いずれ結婚したいと思っているものの、その半数が、 交際相手がいないという調査結果が出ていますこのような現況を踏まえれば議員ご指摘のように継続的に婚活に対する支援を行うことは内容によっては一定未婚率の改善につながる可能性があると認識をしていますしかしながらその一方で結婚を全面に出し過ぎたために参加者にとって逆効果であったり事業の成果が見えにくいといったことなどにより婚活事業を取りやめた自治体も数多く出てきております したがいまして、婚活会員の募集、登録等を行いながら、その活動を総合的に支援する体制づくりについては、国の動向を踏まえながら、先進地等の取り組みや効果、課題等を検証し、今後、その推進体制を含めた事業実施の可能性について検討したいと考えております以上本段からの答弁といたします。 都市計画部長ご質問の1点目、まちづくり行政についての括弧1、斜面市街地再生事業の進捗状況と今後の進め方についてお答えいたします。斜面市街地再生事業は、防災性の向上と居住環境改善を目的として、従前地,地区をはじめとする8地区において、生活道路および広場、緑地の整備、 共同建て替え事業を主な内容として事業を行っており現在は各地区において生活道路の整備を中心に事業を進めております平成24年度末における8地区の平均進捗率は事業費ベースで全体の事業計画に対しては約40%事業中の生活道路に対しては約70%となっております議員ご指摘のとおり事業 着手から長期間が経過する中で住民の皆様の意識も変化しさらに地形的に工事が難しいこともあって全体の事業計画に対する進捗率が低くなっております従いまして今後の斜面地再生事業につきましては事業中の生活道路は1日も早い完成に努めまた広場など他の未着手の事業は各地区のまちづくり協議会や 国、県など関係機関の意見を踏まえ見直しを行ってまいりたいと考えております。次に、括弧2市導稲田町8号線の完成年度についてお答えいたします。市導稲田町8号線は斜面市街地再生事業の従前寺地,地区において整備を進めている道路でございます。その進捗率は平成24年度末において 事業費ベースで94.2%となっております現在、用地の取得は完了し、今年度中にすべての買収済み家屋を解体することとしております。平成26年度には道路の整備を完了し、平成27年度に供用開始する予定となっております。次に、括弧4、新地町稲田町線の整備期間中における広場場商店街を含めた、 交通安全対策についいてお答えいたします市道稲田町8号線は道路勾配が大きく急なカーブもあるため道路の速度を抑える道路中央部にチャッター場これは光で反射するものでございますけどそのようなものを交通安全施設の設置について現在警察との協議を進めておりますこのことにより合わせて交通量の著しい増税を抑制し 車と歩行者のの交通安全の確保に努めてまいりた、いと考えておりますますた、市道稲田町8号線が接続する都市計画道路新地町稲田町線の交通安全対策につきましても、当人屋敷の入り口交差点への信号機設置をはじめ、警察など関係機関と調整を進めており、稲田町8号線の完成後、新地町稲田町線が完成するまでの期間も、 車と歩行者の安全が確保できるよう万全の対策を講じてまいりたいと考えております次に括弧5館内市場及び無田口市場の高有化についてお答えいたしますご指摘の館内市場につきましては街路事業に一部市長とすることから隣接の無田口市場及び背後の民有地も取り組んで市場再編ができないか 市場のの所有者及び釈迦人の方々と検討を進めてきた経緯がございますその中で平成23年度に行いました意向調査におきましては館内市場、牟田口市場、その背後地の所有者のほとんどは売却の意向を示されております。また、借家人の方々の多くも移転への協力意向を示されました。この調査結果を踏まえ、現在、 公園整備に向け、こういう地下を進めるにあたっての事業地表や整備の内容等について、国、県等の関係機関との調整を進めているところでございます。今後は調整の作業を早急に進め、市としての方向を固めてまいりたいと考えております。次ににご質問ののの点目旧東屋敷門の設置についてのうち 当人屋敷建材化事業のの現在の状況についいてお答えいたします当人屋敷建材化事業は平成13年度に着手し区域,内区域境の四隅のモニュメント遺構の説明板誘導サインの設置復建会館など4つのお堂を巡りができる回遊路整備や点呼堂前,の前広場の整備を順次行ってきたところであり平成24年度末までの事業進捗は 事業費ベースで約25となっております平成25年度は広場場商店街の入り口に当人屋敷象徴門である誘導門の建設と資料館として活用するため明治期の蔵の引きや移転および改修を進めているところでございます。今後とも関係部国や地元のまちづくり協議会などと連携を図りながら事業を推進してまいりたいと考えております。 次に、括弧4、誘導門・大門整備の進捗状況についてお答えいたします。誘導門につきましては、今年7月に建設工事の契約を締結し、平成25年度末の完成を目指し、事業を進めております。今後とも関係機関と緊密な連携を図りながら、早期完成に向けて、えいい努力していきたいと考えております。また、大門につきましては、 平成24年度に実施設計を行いましたが現在交通安全確保の観点から設計の一部見直しを行っているところでございます建設位置につきましても警察協議において交通安全対策上当初予定していた位置よりも交差点から離す方向で検討するよう指摘があっており現在埋設管の状況等を考慮して見直しの作業を 進めているところでございます今後とも平成26年度末の完成を目標に関係機関や地域の住民の皆様と協議を行いながら事業を進めてまいりたいと考えております以上でございます土木部長ご質問の1ちづくり行政についての括弧3 都市計画道路新地町町稲田,稲田町線の進捗状況と完成年度についいてお答えいたしますこの路線は、港公園付近から稲田町を結ぶ道路として、従前寺地区における交通環境や居住環境を改善するとともに、当事院屋敷建材化事業と連携を図りながら、広場場商店街や当事院屋敷跡の活性化を図ることを目的に、事業を進めているところでございます。 現在の計画は加護町を起点として稲田町に至る延長400メートル、福井15メートルで平成13年3月に事業認可を取得し整備を進めており平成24年度末の進捗率は約64%でございます現在用地買収と合わせ広場場商店街区間の電線類地中化や上水道管の工事を行っており来年度は広場場商店街区間の道路本体の工事 に着手することとしています今後とも地元商店街や町づくり協議会の皆様と協議しながら平成29年度の完成を目指し事業を進めていきたいと考えています次に括弧 6. 稲田町から東山手町までの道路計画についてお答えいたします都市計画道路大浦山手線は元宿っ町と大浦東町を結ぶ斜面市街地に計画された路線で 長期未着手の都市計画道路でございますこのうち新地町稲田町線に続く稲田町から東山手町につながる区間につきましては現在地区内に車が通行できる道路がなく斜面市街地の町づくりの根幹となる生活道路として整備する必要性が高いことから平成21年度に策定いたしました都市計画道路見直し方針の中で 存続させる方針としております事業の実施時期につきましては、現在、新地町、稲田町線の整備を進めておりますので、まずはその早期完成を目指すとともに、その進捗状況を勘案しながら、引き続き整備できるよう努力してまいりたいと考えております。以上でございます文化観光部長ご質問の2点目 えー、旧東人屋敷門の移設についての括弧に旧東人屋敷門の現地移設に係る文化庁との協議の現状についてお答えいたします国指定重要文化財旧東人屋敷門につきましては平成20年度から21年度にかけての解体修理実施の際に東人屋敷への移設を関係部局において調整いたしましたが移設計画は定まっておらず幸福寺敷地内においてそのまま保存修理を行っております。 その後、当人屋敷内、富士市場跡地への移設が計画されたため、平成24年3月に文化庁をはじめとする関係機関等と協議を行いました。その際、旧当人屋敷門を当人屋敷跡に戻すことの意義については、文化庁も理解を示されたものの、平成20年度から21年度に解体修理を行ってから間もないこと、移設計画の意図が明確でないこと、 発掘調査や資料調査などに基づく本来の位置の特定が行われていないこと防災、防犯といった管理面の課題があることなどの指摘を受け移設についての了解は得られませんでした今後文化庁と継続して協議を行い移設を進めていく上ではこれらの課題を解決する必要がございますまず旧東人屋敷門がもともとどこにあったのかという本来の位置を特定することが最も重要でございますそこで様々な文献の探索や 江戸時代後期の当人屋敷へ絵図などの歴史資料をもとに当人屋敷内に所在していたさまざまな門の位置や種別形状や現在の地図との比較検討を行うなど旧当人屋敷門の特定について再度調査に着手しております。今後はこれらの資料調査や地元の方への聞き取りを踏まえまして発掘による現地調査や史跡文献建造物の専門家などの 学識経験者に検証をお願いするなどさらに検討を深め旧,道人旧当人屋敷門の現地における位置を特定していきたいと考えておりますまた保存管理面におきましては重要文化財建造物保存活用計画策定指針などを踏まえた上で保存管理の方針や当人屋敷跡に移設した際の防災防犯に関する具体的な方法など検討してまいりたいと思いますこうした取り組みの成果を踏まえ 移設についての方針や考え方を整理した移設計画をまとめていきたいと考えております。次に、かっこ3、幸福寺との有機連携についてお答えいたします。この旧当人屋敷門は、昭和35年に幸福寺境内に移りされ、その後50年以上にわたり幸福寺により適切に管理をしていただいております。このことを踏まえましても、当人屋敷跡への移設を検討していくにあたりましては、 移設の意義や必要性をご理解いただくことが不可欠でございますので幸福寺との連携を密にし歩調を合わせながら進めてまいりたいと思います旧当人屋敷門は当人屋敷跡に存在してこそその価値も高まるものと考えておりますので当人屋敷建在化事業が一定完了する時期を一つの目途に文化庁から移設の了解が得られ移設が具体化するように取り組んでまいりたいと思います 次にご質問の3点目夜景観光の推進について括弧1国史跡文化財海岳ダイバーと白岡島ダイバーと等10カ所のダイバーとのライトアップについてお答えいたします長崎港は鎖国時代の我が国におきまして中国・オランダに開かれた海外貿易港という重要な場所でありましたそのため外国船に対する警備のために西止まり・戸町に番所が置かれ長崎港を囲むように 関関高鉾島魚見岳、白岡島、硫黄島など、幕末までに23カ所の台場が設けられました。現在も長崎港内外の各地に台場跡が残っており、このうち魚見岳ダイバートは国の主席にも指定されており、また白岡島ダイバートも本年11月15日に国の文化審議会により、国史跡の答申を受けるなど、長崎市はもとより、 我が国にとととっててて貴重な文化財として高く評価されいいるところでございます議員ご提案のダイバーとのライトアップによる建在化および長崎の夜景への新たな観光素材としての活用についてでございますが長崎市が世界新三大夜景認定以降各種メディアに大々的に取り上げられ長崎の夜景は全国的にも注目を集めており宿泊観光の推進に向けてのさらなる機運が高まっております。このような中夜景観光推進上で 長崎は夜景の街というイメージの浸透を図るために長崎港界隈の夜の賑わいを創出するなど夜景観光にかかる新たな演出が必要であるというふうに考えております。今年度、首都県の観光まちづくりに関,す関係する部署が集まり長崎の夜景の在り方に関する検討会を発足し,オブ,しオブザーバーとして経済団体も参画をいただきながらこれまで検討会を5回、 作業部会を3回開催ししてままいりましたこの中で県が所管する港あるいは港湾施設の明かりの在り方稲佐山山頂展望台へのアクセスの整備稲佐山の支店場などハードソフトを含めまして夜景全般にかかる協議をこれまで連携して進めており夜景自体の魅力の向上支店場の環境整備鑑賞メニューの多様化広報誘客の強化の4つの観点から課題を抽出し 整理,行い整理をを行いい対策を講じててくものとしております議員ご提案のダイバーとのライトアップにつきましては資源磨きを行う上でもまた長崎の重要な港の歴史を知ってもらう機会を創出する上でも大変参考になるアイデアでございますので民間事業の活用という視点も含めまして今後の夜景の在り方を検討する上で参考にさせていただきたいと思います。今後とも歴史の美しさ夜景の美美ししささ夜景を さらに健在してまいりたいと考えております次に括弧に稲妻山を除く各支店場のライトアップについてお答えいたします長崎夜景の特徴は長崎湖を取り囲むすり橋市場の地形を有していること稲妻山鍋冠山風頭公園など多方向から俯瞰的に夜景を鑑賞できることが挙げられますが現状では長崎夜景の支店場は稲妻山に一極集中している状況にあります このような課題に対応すべく稲佐山展望台以外の支店場の魅力を高めていくため鍋冠山公園および館山公園の展望台につきましては今年度から基本計画に着手しているところでございます。また先ほどもご説明したように市県合同によ,るにより設置しました長崎の夜景の在り方に関する検討会の中でハードソフトを含めまして 夜景全般にかかる協議を連携してて進めておりますいずれにいたしましても、夜景観光を推進する上で、夜景そのものの魅力を高めていくとは非常に重要であるものと考えておりますので、議員ご提案の内容も踏まえまして、参考にしながら協議を進めてまいりたいと考えております。以上でございます37番奥村議員 えー、あのそれでですね答あの、ご答弁いただきました。えー、少しあの気になるところがありますので、再質問をさせていただきたいと思います。まずあの、一点目の斜面,地、えー、市街斜面市街地差し入れ事業でございますけれども、えー、先ほど答弁いただきましたけれども、えー、これは町づくりの観点から作っておりまして、時間がかかるんですね。えー、もももそううですけれどにについてはです、ねもう既にもう 18年以上経過をしておりまして、当時のまちづくり委員会の方々はです、ね、だいぶあの変わっております。でありますので、当初のまちづくりのです、ね、意気込みというのはです、ね、だいぶです、ね、薄れてきているのが現実なんですね。後で薬品補充されておられますけど、当時のことがわからないということで、なかなか進んでいないというのが現状であります。この地域の状況を見ますとです、ね、だいたい最低でも館山が今、10年でありますから、 これを総合的に考えてですねえ見ますと、お宅の調査によれば、これから残り時間を全体的に完成するというのは、あと24年かかると書いてあるんですよ。24年かかるということになりますと、もう時代は変わっているんですね。街並みを形成することも変わっていると思うんです。そういう意味で私は、この一番難航している用地取得について、やはり地域の方々ともう一度、 町づ協議会の中で真剣にお話しされ、この行事がどこまで行っているんだということをです、ねえー、十分説明をさし,していただきたいと、そういうことによってです、ね、まちづきの方向性も出てくるし、見直すときは見直し、そしてまた進めるところは進めるということもです、ね、住民の皆さん方が理解をしていただければ、私は本当にあの住民の考えているまちづきができると思います。これはこれれれまままでで努力さてておりますのであえて質問にいたしませんけども これはあのぜひですね、えー、あと、あ10年あの8か所のまちづくり協議会とです、ね、連絡を密にされて、それでこれほどかかる時間であるので、もう少しです、ね、あの早くしないと、もうかかって10年、残り24年、34年もかかるような事業はです、ね、そこに住んでいる方、ほとんどあの変わっていると思いますから、この辺を踏まえた上えで、えー、い,い、努力をしていただきたいと、そして一刻も早くです、ね、このまちづくりがですね、 えやってよかったなと、本当に完成してよかった、町もこのようにあのえ整備されたということが実感できるような町づくりに転換をしていっていただきたいということを、まずもって要望していたいおきたいと思います。それからの2点目の市道稲田町支線、それ並びに3点目の都市計画等のですね進捗状態並び完成と聞きましたけれども、27年にも完成する、漁業,業開始をする稲田町8号線、そして なお29年を目標とした栃木県路のです、ね、完成年度、これはあの私はあの最低でもです、ね、2年、あるいは3年間、この交通体験にずれが生じてくると思うんです。8号線ができますと、丸、え、山、ー、小島の方から車も入,入,ってあの入ってきます。そうしますと、加護町の,あの交差点がで,す、ね、できてない状態であればです、ね、大変なことになるんですね。でありますので、これ一点ちょ質問させていただきますけれども。 都市計画道路がです、ね、えー、この稲田町八号線が許容を開始する27年度、そして、まあ、都市計画道路が許容を開始するのはおそらく30年だと思いますけれども、せめてあの広場場、新地から広場場商店街、そして館内市場まではほとんど用地買収も進んでおりますのでね、ここまでをまず27年度ぐらいまでに整備されればです、ね、交差点の信号もつくでしょう。 道路整備一旦行くと思うんですねそしたら、さっきおっしゃったような、えーそのえー、加古町線の,さの交差点、そして新地の交差点にも信号がつくるとなりますと、スムーズに、えーですね、あの流れるんじゃないかという気がしますので、この点についてです、ねえー、これ土木調査ですかね、都市計画道路、27、えー、年度までに、館内市場までなでん、ね、とかその都市計画道路ができないか、この辺をちょっとお伺いします。 土木部長再質問にお答えいたします議員ご指摘のように、稲田町八号線が完成いたしました後には、現在、都市計画道路としては、まあ、商店街区間の部分を現在、鋭意整備を進めております。まだちょっと、四千葉集残っておりますけれども、だいたい終盤に近づいておりますので、ご指摘の期間には、完成できるように。 われわれとしても、えい努力してまいりたいというふうに考えております、以上でございます37番、奥村議員。ぜひ、えー、都市計画道路のです、ね、新地町から神、えー、内市場まではです、ね、27年での供用開始に合、ね、うようにです、ね、セーブしていただくと、そうしますと、どうしてもこれ警察の教義がいります、えー、信号機は警察の所管でございますので、えー、今、もう来年26年ですから、なかなか警察の教義は1年以上かかるんですね。 ですから早急にです、ね、このことも計画を早く出されて27され、27年度までに協会開される、27年度まで神奈市場まで今日開始されるならば、これは交通安全上も非常に助かりますので、えー、警察の協議を家に進めていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。えー、そ,それから時間がありませんので、次に移りますけれども、えー、当人屋敷の顕在化の問題でございますけれども、 これはもうずっと私もです、ね、もうだいぶ長くから申し上げております、えー、そしてあの、まあ、19年度に申し上げたときは、ちょうど当人屋敷物のです、ねえー、組み換え工事会をやらなければいけないときでありましたので、当時の市長、伊藤市長、えー、馬場市隆部長でしたけれども、やはりあれを解体して保存した方がですね、あが、移設しやすいんじゃないかということも提言しておりましたけれども、まあ、移設場所がないということで、 現在のところに至って20年、21年までかかっております。でありますので、えー、文化庁から厳しく指摘をされております問題について答弁ありましたけど、私はですねちょっと生ぬるんじゃないかと思うんですよ。えー、文化庁から 20, 20年の,のですね3月9日に、えー、文化庁を訪れていかれておりますけれども、このことでですね非常に文化庁が危惧していることは、まあなんでこの19年度に、 申請をし2 1 2二2 2の工事したわけですけれども、当人屋敷建材化事業の中に、この当人屋敷をもう移すんだということを、なぜ言わなかったのかと、なぜ計画書を出さなかったのかとのが第一点目なんでしょう。そしたら、今のようなですね。あの工事もです、ね、少し考えて、助成金の方も考えるべきであったということは、指摘事項に載っております。それからやはりあの、この当人屋敷もんのですね、 場所の調査をですね。全然してないということなんですよ。未だにですね。今日の答弁もそうですけれども、これから専門家を入れて調査の場所の選定をしていただくと当人やしき現在化事業が10年度に話して14年の提言書が出,出ますよね。この提言書の中にはですね。もうちゃんと2のものになったところも大体分かっておるんですよ。大門があったところも今わけ分かっております。そういうことでそれからのですね。時間。 空白時間をどうして調べなかかったのかどうして調査されなかったのかということが大きな問題点になっております。これがやっぱり文化庁を説得できるです、ね、理由にはならないと、国民にですね、やはり移設する、やはり十分な資料があって、これを文化庁審議会の中で説明できる資料がないと移せないということは言われてるんですよ。前市長から当時式にあるべき これ、当人屋敷門だということはずっと聞いておりますけれども、これまでの流れがです、ね、ほとんど文化財界において調査がされていなかったことは非常に残念に思います。まあ、今日お話がありましたので、これを機会にですね、えー、できるだけ早く、この一律場所の、えー、場所の位置、あるいはその門のですね、えー、あの当人屋敷門、これに入門があったんですけれども、いつの間にか当人屋敷門になってますけれども、途中住宅も変わりましたけれども、変わって、ね、当人屋敷門。 大体この1はです、ね、当時、大火で燃えてしまっておりますので、残ったのは入り口の門しかないんですよね、もう街の中全部燃えてしまって、残ったのがです、ね、もうほとんどなかった、そして、えー、その次、あの大火のときに2回ほど大火があっておりますけれども、だから門が一番下の方の入り口にあって、あった門だけしか残ってないのが現状でありますので、この辺もですも、ね、地元の方々もこの,この門についてはよく知っておられます。こここにあったんだとということが 私先輩の方がまう8 7歳ですけどもあったことも知ってそこから天候堂に移されたこともですね全部知っておられますので地元の方々のですね意見も聞いてそしてそれをなおかつやはり専門家の方々に再ですね再度私調べていただいて決めていただければというふうに思いますただいま答弁がありましたけど付け込めにするこの辺をですね私は強く要望して早急に 当遣在化事業が、ね、いつ終わるか分からないんですね、この当遣在化事業がです、ね、何年度の目的に、目標として、えー、考えておられるのか、このことだけ一度教えてください。都市計画部長。再質問にお答えいたします、当人やし、えー、顕在化事業につきましては、国の町並み環境整備事業という補助事業により、事業を進めております。 現在は平成28年度までの事業期間が認められておりますので、事業期間内の完成を目標に努力してまいりたいと考えております、以上でございます37番、奥村議員。28年度完成ということで,でありますので、もう時間はありません、文化庁の説得もです、ね、ぜひです、ね、早く一時も位置づけをされて、指摘事項が4項目ほどありますけれども、この4項目をです、ね、達成されて、必ず文化庁の方に申請をしていただく。 そういうい時間がかかりますので、もう来年度はです、ね、ぜひそれを決めていただきたいということを強く要望しておきたいと思います。えー、次にです、ね、えー、夜景観光の問題でございますけどこの件につきましては、観光部長より非常にあの前向きな答弁をいただいて、これはあくまで私の提言としかならないと思いますので、この提言をです、ね、ぜひ組み込んでいただきたいということと、支店場の問題ですね、これ、支店場はです、ね、複数箇所を設けなければいけないというのが、 ここ世界三大夜景のですね大きなえ条件にもなっております。しかし、今見ますと、先はど鍋,鍋かぶり山とか立山とかおっしゃいましたけど、全く鍋かぶり山どこにあるかは、稲雨天文台が見ても、知ってる私どもも中は見つけにくいということですから、こういう視点場合せちゃんとやっぱりライトアップをされて、誘導できるような形にですね整備をしてください。このことにつきましても、夜景観光の在り方については、県市、ともどもですね5回ほどの 協議をされ,ておりますされておりますので、この協議の中に、先ほど申しました、ダイの件もです、ね、長崎の歴史は開港,開港前からありましたけど、あのえー、鎖国時代に218年長い期にわたってです、ね、長崎港を守り抜いたあの裏方であります、和のですの、ね、役割、これはもう日本にはここだけしかありませんので、この大和を生かした夜型観光もです、ね、非常に私はいいものだと思いますので。 この辺についても、ですねこの在り方検討委員会の方で、十分に論議をしていただいて、将来、長崎の夜景観光に役立てしていただければということをお願いしていただいで、要望としておきます。えー、それからあの少子化の問題ですけれども、市長さんが先にお答えいただきました。えー、確かにいろいろ各地区とも取り組み方は違っております。しかし、私が思いますのは、長崎市内でもですね、え、ー 未婚率を調べてさっき言いましたけれども、えー、数字で表しますとですね、えー、20歳から39歳までの男女5万2886名超え、これは22年の国調査ですよ。中と増えてると思います。これほど長崎市内ですね未婚率の未婚者が多いというのはですね、やはりこれはたしあのこの問題マチコンの方で。 平戸議員さんがですね同僚議員が去年質問されました町君は町君で私素晴らしいと思いますよ地域商店街の活性化にもつながりますし多くの方が例の場でありますけれども私はやはり実績を受けた県あるいは市をしていますとやはり行政がちゃんとした形でですねやはりサポートするという形を取っているところが全てでありますし、えー、長崎県内でもさっき言いましたように十三市 の中で,です、ねえー、九州はです、ね、各所管を設けているんですね、設けて、この,あの婚活運動をに結びつけようとしておられます、でこういうことを考えたとき、もう私はこの少子化問題は喫緊の課題だと思っているんですよ、悠長にものを考えて、よその行政を眺めながら、そしてやっていこうということでは遅すぎるんじゃないかと思います。 もう常に市長さんもおっしゃっていますと、喫緊の課題だということを何回も聞いております。そうです少子化になり、結婚を、やっぱりこう結婚しないと子どもできませんので、そういう意味ではです、ね、これ、5万数千名の未婚者がおるわけですから、男女は私ですよ。ですが、この方々にです、ね、やはり出会える場がないということは、やっぱり聞きます。どうしてもあの仕事とか、ね、自分のことに取られながら、仕事してますので。 人と出会う場所がないと、やはりちゃんとした,かた形で,です、ね、場所を提供していただけば安心して行けると、やはりあのいろいろとマッチコンとかいろいろあってです、ね、そこでは、えー、な名前をです、ね、登録するわけではありませんので、誰が来たか分かりませんけれども、こういうふうにやっぱ会員制を敷かれているところはです、ね、すべて行政が責任持ってやっているわけですから、安心して登録して、気に入った人がおれば、その方と付き合いをして、結婚に結びつくと。 ということでさっき茨城県のこともお話ししましたけれども、茨城県のことはであこれあの、18年から始めましたけれども、その前に茨城県自体もですね、各種団体、まあ、組合とかいろんいろな方々がやられたことをです、ね、総括しながら、県が2400万ほど、2200万ですか、金を出しながら、お互いに金を作り流して、ね、4400万ぐらいの金でですね、行っているんですね。ですからやはりあの 市長さんのお友達の竹尾市長さんも、えーこの、ちゃんと行政の中にです、ね、おむすびかを作っておられるんですよ、ここでちゃんとことしののは作られて、もう今年ご5組ほど結婚ができたということでありますので、やはり行政の力というのは、市長がいつもっおっしゃるように、市民力、行政力を合わせていけばです、ね、やはり、人というのは人に頼る場合には、どうしても信頼のある方のところに行けます。 行政は信頼がありますので、長崎の行政の窓口ですね、あるいは私は、そういう活動もですね初めから大きくしているとはいません、まあ、少しずつですね広げていけばいいわけですから、この窓口にそういうようなそのサポートセンターみたいな形のを作っていただいて、公募をしていただくと、それでまた成功の中にも、ですね長崎市にこういうようなサポートセンターを作りましたよと。 ご相談があったらお入れくださいという形で進めながら、順次、私はこう成長していくと思うんですよ。いきなりしたからすぐ結果が出るんじゃなくて、少しずつそのことを市民に分かっていただいて、すでに未婚者の方々も安心してですね相談に行けると、会員になれるということをですね私はぜひやっていただきたいと思いますけれども、この件について、市長のお考えともう一度お聞かせいただきたいと思います。 間議員の再質問にお答えいたしますあの若い皆さんを対象とした婚活事業ですねあの、先ほどから議員からも話があっておりますように、あの未婚率が高くっなっているということは、あのやはり非常に大きな問題あのをも、えー、たらしているというふうに思います。そういった中であの、具体的にどういった取り組みをするのかという点ですけれども、えー、これまであの県が長崎巡りや事業というのをすでにあの展開をしてきております。えー、そういった中であの 例えば県との連携の事業というのも考えられると思いますし各県のさまざまな取り組みでも県レベルでの取り組み市町村レベルの取り組みはありますけれどもやはり一定の規模が必要な場合というのも成功の1つの要因になっているのではないかということもあります。また 直営で自治体がやったり、それから自治体がどこかに委託したり、それから民間の活動と共同してやったりと様々な活動のパターンがありますので、そういったところをあのしかもあのうまくいっている例とあの失敗した例と両方あります。そういう意味ではあのしっかりですねあのそういったパターン長崎に合うパターン、どのパターンがいいのかっていうことをやはり研究して先行事例をしっかり分析した上であの。 どういった取り組みができるのかすべきなのかということをあの検討させていただきたいと思います。これはあの議員おっしゃっているように非常に大事なテーマでもありますので、えー、今後ちょっと検討させていただきたいと思います。以上です。三十七番奥村議員、ただいま秘書よりですね答弁いただきまして、とにかくあの長崎のですね未婚者をできるだけあの結婚に結びつけて、やっぱりあの人口減をですね。 やはり少しも減ら,すあの減らさないようにするということと、やはり少子化対策のです、ね、をやっぱり考えていくならば、少子化の歯止めにもなるだろうと私は思っております。そういう意味で、今おっしゃったことをです、ね、実行していただければということをお願いします。えー、先ほどちょっと町コンのことを言いましたけれども、本当にあの昨年ですね、伊、えー、田議員が申し上げた、本当に町コンはいいと思いますよ。ああだけの方が集まってですね、ね賑わいを生じてくる、やはり地域商店街の活性化に大きく役立っていますので、 それも合わしながらです、ね、私もこの婚活にも結びつけていくということもです、ね、一つの手じゃないかと思っておりますので、一応よろしくお願いしたいと思います。えー、それからもう1点ですけれども、えー、先ほど、観光部長からのお話がありました、本当にあの前向きな答弁と、またその、在、えー、り方検討委員会にも提言してということでございますので、ありがたいんですが、ただ一つですね、私は夜景観光の中で、ちょっとさっき申しました、えー、商用電源がないところ、特にあの、 台場の場合は、えー、あるところは大体、海岳台場と指導が、えー、島台場にはできると思いますけど、ほとんどですねしょの上でありますので、昔の番署、えー、の声はありませんけども、位置は分かっておりますよね、えー、そこにです、ね、あるいはの長崎市内の業者の方、この電飾をされる方々をです、ね、お集めになって、協議をされてです、ね、できるだけ長崎市のこの歴史を守っていこうということで、協力をお願いして、 された方がいいいいんじゃないかなかと思っていますそういう意味で、長崎のですね、この電子される方、電気あの、LED をされる方々にも希望を与えていただいて、これが、鎖国時代のですね、まあ、安政5年にヘルトン号事件があってから、さらに大分増築したわけですけれども、やはり重要なこの鎖国時代の貿易の拠点であったわけですから、これは長崎しかないんですね、どこで作ろうと思ってもできません。 ででありますのでこの辺については、商用電源使わなくても、太陽光のですね LED で使えるわけでございますので、かなり安い金額で協力していただきると思いますから、ぜひ、これはその検討委員会でもですねそういう意見も合わせてお願いしていただきたいと思っております。質問事項が多かったと思うんですが、なかなか十分とあの意見をいただくことはできませんでしたけれども、ほとんどですねあの前向きな答弁でありました。 大変ありがたいと思います、えー、とにかくこの申し上げたことにつきましてはいえいえ努力していただいてですね、えー、より良き長崎県の発展につながりますことを記念申し上げましてご質問を終わりたいと思いますありがとうございましたどうも